奈良などの黒炭火鉢での黒炭の燃焼黒炭は、木材を土釜を使い炭化させた木炭である。主成分はほぼ炭素であり、ごく少量アルカリ塩を含んでいる。黒炭は主に、奈良、菓子、クヌギなどが専用の土釜で、比較的低温で炭焼きされ、密閉沈下して製造された木炭である。貧長炭に代表される白墨との大きな違いは、製法にあり、白炭は、 精レンジに内部温度が1000度ほどになるのに比べ、黒炭は400度から700度ほどとされている。ただし、近年では白炭精レンジと同等の鮮度に達する高温で、精レンジ、炭化率も白炭と同等のユーカリ材等を使用した高品位な黒ずみも存在する。黒炭と白ずみの大きな違いは、消化方法であり、白炭は灼熱した状態で釜の外へかき出し、 白色の消し粉をかけて、急冷沈下させるが、黒炭は焚き口に蓋をした上で煙突にも蓋をし、酸欠化で、消し壺のように時間をかけて沈下させる点にある。黒炭は白炭に比べて柔らかく、白炭よりは、比較的容易に着火剤やバーナーで着火することができ、燃焼温度や火星自体は強く、着火しやすい。黒炭のブランドだが、 各地にいろいろな樹木を使用した炭がある。代表的な黒炭には、などがある。黒炭の主な用途は燃料である。近年は、バーベキュー用途などで旺盛な需要がある。いろりなどの灰に埋めての緩やかな燃焼を利用した、昔ながらの暖房にも使われる場合があるが、燃焼中に一酸化炭素や木作由来の成分が多く発生するために換気が必要であり、 近年の高断熱、高機密住宅では非常に危険である。七輪と国体コーヒー豆の出汁柄を黒ずみにして成形したハイカロタン国炭の用途は様々で各分野で有効利用されている。国炭には小さな隙間がたくさんあり、そこに湿気や周期を吸着することができる。部屋や収納スペースの脱臭、除湿のほか床下に敷き詰めて、 家屋全体の除湿にも用いられる。時間経過とともに除湿脱臭能力を喪失するため、定期的に日干しして乾燥させるか、数年ごとに入れ替えるのが好ましい。炭造には高温で燃焼する黒炭が使われる。種として火力の強い松炭、栗炭、雑器炭が使われ、総称してカジア炭と呼ばれている。重脂など炭素以外の可燃成分を多く含み、 送風すると1000度以上の高温が得られ、炭造には不可欠である。また、陶芸の分野では、家庭でも、黒炭と、七輪、送風機があれば、小規模な七輪陶芸を行うことができる。ありがとうございます。